鍼灸院もビッグマッサージも競合店として見るのか、整骨院だけを競合店として見るのか、まだまだ健康になるっていう意味ではファームスやフィットネスクラブを競合店にするのか、そこはちょっと皆さん決めていただければいいかと思うんですけれども、僕の場合活動費もないんですよ。尼崎ボクシングにも3つあるんですけれども、3つしかかけないから何の比較にもならないんで、それこそフィットネスクラブ、ね、まあ、サーキットトレーニング、ハーブスであったり、ヨガスタジオとか、もう全部、カルチャーセンター、ダンスセンター、全部を競合相手として見ています。で、そこ名前をガーッと入れるんですね。で、営業時間がどんな、どうやって提携率なのか、まあ、基本料金、会費がいくのか、最寄り駅がどこで、駅から歩いて何分のか、ホームページも出るのか、その作りはどうなのか、広告を使っているのか、ホームページだけなのか、英語で学んでやってるのかとかね、こういろいろ調べられる。でこれはこの項目はあくまで大丈夫ですよ。例えば皆さんの方が何を調べますかね。どうですか。どういうサービス。どういうサービスでしょうか。はい、そうですね。主力商品とかですね。一押し商品とか。はい、どういう年齢です。どういうサービスですか。はいはい。から見てすぐ分かるものですね。ちょっと分からない、見せ早いと分からないものも難しいですね。もっと簡単です。駐輪場とか駐車場とか、ね、例えば駅を降りて傘ささなくできるとか、タクシー室があるとかね、店舗の広さ、はいですね。何度見ても間違いないですか。コンセプト、はいはい、まあ、ホームページに書いていてくださったら分かりますけどね、はい、お持ちが出てくるんですか。本当ですね。学校の制服とか、まあ、体操服とかを売ってたんですけど、彼らは学校に納品券みたいなのを入れてほしいんです。で、まあ、関西なんかは特にそうなんですけど、夏休み学校がない間、学校の遊具を修理するっていうことをビジネスやってます。それだけで大体30万円稼いでいると、私は友人から聞いてますね。そういうの何がその、で、例えばベンチ、イタリアも全然お客さん入ってるんだ、そこに。もしかしたらいろんな人生かもしれません。お客さん来へんけど、料理教室めっちゃ流行ってる。何で利益を一番得てるのか。例えばそのビッグマッサージにしても、あそこ減ったように何万店舗増えていってるのか思うことありますかね。僕が見てみたら、養成スクールで儲かってる。そこの卒業生を自分の方で働かしているっていう仕組みを作っているんだなって。何で利益を得てるのかっていうところを、ボクシングジムなんかでも競泳ジムっていうのはすごいビジネス上手で、まあ、今やっぱり日本人のボクシング世界チャンピオンで10人いるんですけど、それも盛り上がってたんですね。やっぱり、まあそこをいち早く、まあ、サウナスーツであったりとかね、まあ、ダイエット食品なんかを販売してました。賢いなと僕は思ってます。20年前からやってたんですけど、何よりもカメラともプロデュースしたのが競泳ジムさん、このカメラさんのプロデュースっていうのはとにかく出せるもの、
出してください。で、最後に自分自身、自分のお店を考えます。そしたら比べてみると、どうやったら勝てるか分かってくるはずなんですよ。例えば、売りたいサービス、この施術、なぜかみんなこの時間になっている理由はあるはずなんですよ。なんでみんなここは休みない。ほな、この休みに寝るところをどこ開けたら来てくれるかもしれない。っていう、いろんなことを考えますね。ホームページ、みんなこの業界作ってはらへんか。ほんでもうまくいくんだな。逆にホームページ作ったら、お金かけたら、もしかしてもっと仕事できるかもしれませんし。ね、あそこの接骨院、全然、お客さんが行けへんけど、あ、なんやな、現実をやってはるんや。あ、現職売ってるんや。っていうところもありますよね。そういうところを、やっぱ利益、第一で、コンサルさんっていうのは考えていただいたらいいかなと思います。11人の診断だったんですか。はい、で、まあ